バーチャコップ、バーチャコップ、バートシュアコップとはセガ、あとのセガインタラクティブの AM2 件、当時が開発したガンシューティングゲームである。プレイヤーは犯罪都市、バーチャシティの警官になり、悪党を銃で倒していく。ゲームの基本的部分は、コナミ社のリーサルエンフォーサーズと同じだが、今作の特徴としては当時は珍しかった。 テクスチャーマッピング付きのポリゴンによる 3D 描写、そしてどの敵がいつ攻撃するかが視覚的にわかるロックオンサイトを採用したところにある。また攻撃がヒットした場所によって敵が異なる倒れ方をすると非常に斬新でリアリティのある演出、ガンシューティングとしては比較的難易度が低めだったこともあり、世界中で大ヒットした。 1994年稼働開始。使用基盤はモデルに基盤。今作のフレームレートは秒間30フレームとなっている。今作のロックオンサイトはカクカクした多角形型となっている。スコアシステムは画面上部にレベルゲージが表示されており、敵に攻撃が命中するごとにゲージが上昇。ゲージが満タンになると獲得した点数にかかる倍率が一つ。 上昇し、最大9倍、逆に敵の攻撃を受けたり人質を誤射すると倍率が2つ、減少する。また、敵が武器を持っている腕を打ち、敵を無力化させることで高得点を得られる。ジャスティスショット、海外版では、N.I.E. ブルズインが存在する。アーケード版では、スコアの最大桁数は7桁で、熟練すると比較的容易に、カウンターストップが達成できたため、 家庭用移植版では、スコアの最大桁数が1桁追加されて8桁になった。またアーケード版では一部の場面でしか表示されなかった。スコアもレベルゲージの上に常時表示されるようになっている。1995年に、セガサターンに、拳銃型光線銃、バーチャガン対応を第一弾タイトルとして移植。1996年には、Windows 95、 98向けにも移植され、2002年にはバーチャコップリバースとして、プレイステーション2にリメイク移植された。いずれもプレイヤーが乗っているパトカー、タイトルロゴの後ろのエンブレムが異なると、様々なグラフィックがアーケード版とは異なっている。1995年、モデル 2A 基板で稼働開始。プレイヤーキャラクターに女性警官のジャネットが追加。 今作のロックオンサイトは前作のカクカクした多角形型型から円形型となった。基本的なシステムは前作をほぼ踏襲。フレームレートが前作の秒間30フレームから秒間60フレームになり動きがより滑らかになった。ステージ途中から2つのルートの中から選択し選んだルートによって展開が変化するルート分岐が追加。 アーケード版では3面のルート分岐はなく1本道であったが、家庭用移植版では3面にもルート分岐が追加された。スコアシステムは敵に3発連続で命中させると成立する3ポイントショットが追加。ただし前作にあったレベルゲージが廃止され、敵を登場から素早く倒すと高得点が得られるシステムにさら、家庭用版では アーケード版と同じスコアシステムのほか、前作と同じスコアシステムでプレイすることが可能で、このモードにすると、ロックオンサイトが前作と同じ形状になる。ゲームオーバー後には、プレイヤーの成績に応じた階級が表示される。各種階級含め、全11種類。1996年にマイナーチェンジ版、バーチャガンと同時に、セガサターンで販売。1九十七年に、 Windows 95、98、2000年にドリームキャスト、2002年には、前作とともに、バーチャコップリバースにリメイク移植された。前作同様、アーケード版と移植版ではプレイヤーが乗っているパトカー、等の各所グラフィックが大きく異なっている。2003年稼働開始。使用基板は、チヒロ基板で前作から8年ぶりの続編。 グラフィックは、チヒロ基板の性能を最大限に活用することで、前作に比べて、格段に華麗になっている。今作では、標準装備の拳銃が、相談数9プラス1のオートマチック式の、ガーディアン2に変更。デザインには、東京マルイが協力し、他の重機の素材提供として、KSC も協力している。新システムとして、足元にあるペダルを踏むことで、 ES ゲージを消費して敵からの弾丸を撃ち落とすことが可能なほど画面の流れがスローモーションになる ES モード特定の場面で発動し制限時間内にサイトに囲まれたものを撃ち結果によってその後の展開に影響を与える ES アタックが追加されたまたガンコントローラーに備えられている武器チェンジボタンを押すことで ガーディアン2とスペシャルウェポンを持ち帰ることが可能になった。本作のスペシャルウェポンは装備中に敵の攻撃を受けるとこれまで通り失うが取得しても未装備の状態であれば敵の攻撃を受けても失わないようになり特定シーンでのみ使用可能なスペシャルウェポンも追加された。なお、本作では全てのスペシャルウェポンに弾数制限があり打ち尽くした場合は スペシャルウェポン自体は失われないのの、全、スペシャルウェポン共通の弾薬アイテムを取得して、補充するまで一時的に使用不可となる。スコアシステムは、1の、レベルゲージが、最大倍率が16倍に増加して復活。特定のスペシャルウェポンを利用して一度に2体の敵を、同時に倒すことで成立する、ダブルデウン、ES モードを利用して、 敵団を連続で撃ち落とすことで成立するコンボが追加された。しかし初期バージョンでは、スコアの桁数が少なく、8桁設定されていたことから、稼働開始から間もなく、カウンターストップの達成が続出するという事態を引き起こすことになってしまう。その後、スコアの桁数を1つ増加して9桁にした、新バージョンを配布したことにより、カウンターストップの問題は解決された。 2019年現在、シリーズで唯一家庭用には移植されていない。最先端技術が用いられたウォーターフロントの新興都市バーチャシティの行政機関。略称は VCPD。一般的な制服警察官や突入班が属すローカルポリスとプレイヤーキャラクターが所属する第二分室特装課のバーチャコップの二つに区別されている。 バーチャコップは、主に巨大犯罪グループの捜査や強盗事件の対処、非公式の偵察任務といった特に危険性の高い事案を担当している。1の時点では創設直後の局小部署だったが、ロックオンゴーグルやボディアーマーといった装備は最先端技術を用いた専用品で、捜査車両も専用となっている。誕生日の成歴は、小説版バーチャコップを参考。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。